はい、ラブリー山田です。いいね。I love me. 行くぞ。せーの、I love me. いえいえ。2023年ですか ?2023 年になってます?明けましたね、今年も。明けると思ってたんですけどね。完璧に開けましたね。おめでとうございます。本当にこう。開けて、実家に帰らせていただいたんですけどね。31日と。大晦日、紅白見てさ。なんかお父さんと語ってさ。よかったな。もう一つの答えみたいな、こう生きていく上で、乾杯しよう。一番搾りです。一番搾り。一番搾り。もう発泡酒は飲まないって決めた。安い酒は飲まないって決めた。稼いで、とにかく。もうさ、安い酒は買わないって決めた、本当に。うん、本当にバーに行ったんだよね。でバーで山崎のウイスキーっていうんですか、一本すごい高いののバーでちょこっと飲んでみたんだよね。一杯2000円ぐらいするのかな、なんかロックでさ、あーみたいな感じで飲んで、いやうまいかったんだよね。安い酒ばっか飲んでたらダメになると思って。とにかく稼ごうと思って。まあ稼いで年収も上がってきたからよかったなぁ。まあまあ、その花、その安い酒をの、まあ飲み、まあ、分相応みたいなのあるかもしんないけどね。まあ飲んで。当面は発泡酒はやめようかなと思って。一番搾り。スーパードライ派だったんだけどね。最近は一番搾り。なんかうまいなみたいな。今一番搾り。飲んでます。そうね。あ、年末帰ってやっぱお父さんと話してて、あ、人ってどういう状態な人がいいのかなみたいな、どういう人がすごいいい人なの、いい人っつってもさ、もう無限にあるからさ、やっぱ、うん。仏教的に言うとね、慈しむとかね、慈しみとかね、慈悲ね。なんかすごい、その、でもか、難しいんだけどね、慈悲もね、勝手に同情すんなってなってくる時があるからね、だからそういう、なんかちょっと俺は、その慈しむとかさ、相手の立場がわかるとか、相手の気持ちがわかるっていうのはいいんで、だからそこすごい難しいんですよね、慈悲はね。でも、世界で一番すごいコーチングする人誰だっけ?全然名前出てこないわ。なんか、すっごい人。マッチョな人。あ、全然出てこない。アンソニー・ロビンスか。とかもう、なんかやっぱ、の講演会みたいなのがネットフリックス見れて、やっぱ、応援なんだけどさ、その人の心を読み取るっていうか、やっぱ、そういうのにもなんか慈悲っていうか、慈しみみたいな感じだな。でもなんか、ちょっとさ、説明すごいしにくいから、やっぱ愛がわかりやすいんでね。愛って何なのかな、みたいな、やっぱ、いろいろ考えてたんだけど、やっぱ、尊敬わかりやすいよね。愛とは尊敬。自分のことを尊敬して、目の前の人を尊敬する。必ず自分が出発点なので、自分を尊敬してから、することができて、目の前の人を尊敬していくっていうのがいいスタイルだと思うんですけど、あの、なんて言えばいいのかな、信頼するがいいのすごいいいと思うんだよね。
信頼する。信頼と信用の差はね、すごい簡単なのよ。信用するとか信頼するってあるでしょ？信用っていうことは多分ね、お金とか何かね、物が発生してるんですよ。担保があるから、あなたのことを信用しますよ。信頼はもうその状態。金があってもなくてもあなたのことを信頼しますよ。これもなんか一つ愛のような気がして、すっげえいいなと思ってね、改めて。やっぱお父さんすごいなと思うな、語ってて。でさ、結局ね、人にはやっぱ好き嫌いもあるし、どうしても愛せない人っていてもいいと思う。うん、いてもいいし。ただ、その存在自体は認めようね、みたいな。すっごい、もう、土地のお父さん、生き仏っていうか、即身成仏するっていうか、仏だからさ、うちのお父さん。すげえいいこと言うからさ。そうだなと思って。関わんなくてもいいんだけど、存在自体は認めてこうって、どんな人であってもね。それめちゃくちゃそれいいなと思って、あ、絶対そうだなと思って、やっぱ。愛はね、本当に楽しい。愛のことを考えていくと。うん。応援とかも愛だと思うしね。どうでもいい人のことをやっぱ応援しないからね。憎しみもそうだよね。どうでもいい人に憎しまないからね。すげえ愛したがゆえに憎しんでしまうからね。だから愛と憎しみは一緒なんだ。表裏一体。表裏一体、紙一重って面白いよね。やっぱどうでもいい人いきなり憎しんだりしないでしょ。面白い。すごい好きがゆえにね、裏返っちゃうんだよね。面白いよね。愛とは憎しみである。震えちゃうよね。それでなんか一本書けるよね。すごいなぁ。まあ、今年も明けたっていうことで、2023年で合ってる ?2023 年 ?2023 だね。で、本当に合ってる ?2000。訂正あったら、まあそこは訂正していきます。で、今年はもっと、より良い。この去年も最高だったんだけどね、今年ももっとより良い年にしていこうと。本当に。金にはこだわっていこうと。500万、年収500万を超えていこうと。600万、700万となっていこう。で、ステップアップしていこうと。うん。自己肯定力上がるからね。金やって仕事も充実して、あとは、ゲームは本当にやんなくなったなぁ。なんかゲームを買いに行ったんだけどさ、コールオブデューティーでも買ってやって、こう、戦争をやろうと思ったんだけどさ、やっぱなんか悩んでるせいにやっぱ買わなくていいやってなったんだよね。なんか最近やってないなぁ。時間があったらなんか仕事したいとか、なんか学びの時間に使いたいっていうマインドになってきてんだよね。なんか知んないけど今ね、いいと思います。それはそれで、ゲームやりたくなったらまたやるけどね。ゲームやりたくなったらやるし、酒めちゃくちゃ飲みたくなったらめちゃくちゃ飲んで、年末を飲んだな。あ、近郊西野にあった。近郊西野とハイタッチ1日3回やった。うざがらずに、笑顔で、イエーイみたいな。あ、どこ？天才万博？天才万博。キネマクラブ？キネマクラブですか？合ってるかな？グイスダに。歩いて徒歩3分ぐらいのところ。3分はいい。5分ぐらいかかってんのかな、なんだかんだ言ってね。金庫西のかっこよかったな。めちゃくちゃかっこいい。男の俺でも惚れちゃう。本当にかっこよかったな。いいこと言うし。ビジネス強いし。すごくよかった、金庫西の。もうそんな好きになった。金庫西のの、なんか、触れていきたいね、もっとね。なんかすげえいいなと思った。ぞ。そうね。今年そんな感じで始まっていくのかな。仕事を、今日、仕事始めが今日1月2日。
仕事始めで仕事させていただいて、ちょっとね、年末ね、腰が痛くてお休みさせていただいたんですけど、うん、まあいろいろあるね、人生いろいろ出すとね、腰もすげえ痛くなるし、いろいろあるね。取り留めもなく話してるけど、今年1年もっと発信していきたいですね。やっぱもっと。そうね。やっぱ否定的な人と会ったんだけど、なんか俺が褒めてもそんなことないですよ。褒めても。どうや、人のね、やっぱね、悪いとこ探してる人と関わるとやっぱ不幸になりつつあるよね。うん、でもなぁ、謙遜なんだろうね。やっぱ褒められたら嬉しいんだ。やっぱニコニコしてんだよね。だからそこはなんか俺の言い方があるんだろうけど、まあそこは、もっとなんか、僕の言い方でしょうね。うん。よし。よしよし。相手は変えられないからね。自分の言い方を変えていくだけでしょ。心を変えていくだけでしょ。はい。今年もいい一年、絶対なった。決めるんですよ、自分で。今年いい1年になったぞ。なったぞ。いいね。I love me. I love me. イエイイエイ。カラオケ行ったんだよね。ヨネズケンシのキックバックと、あとハビット。ハビット。セカンワのハビットと、あと、もう連、聞く。だけじゃ全然歌えないのね、カラオケってね。どんだけハビット聴いてんだよ、どんだけチェンソーマンのあれなんだ、あれ。あ、キックバック。どんだけ聴いてんだよ。あと、夜更かしの歌。全然歌えないっていうね。終わります。さよなら。さよなら寂しいけどね。また会おうぜ。また昔なんか付き合ってる人にさよならって言ったら怒られたんだよね。そんな言い方、寂しい言い方しないでって。またね、また会いましょう。 I love me イエイイエイ。